雪風に預けて。こんにちは、くまさんです。くまちゃんこんにちは。暑いよー、モン吉。私は今暑くないや。服も服だし、服も服だし。オフィシャルいいね。顔今年いっぱい着れるかわかんないけど、仕事中だから挨拶だけでごめん。大丈夫だよ、お仕事頑張ってね。うわー、私今ちょっとだけなので。今日昨日みゆと、モン吉がいるから言うけど、みゆと4時間くらい夜の配信は多分10時からやったから、配信終わって11時過ぎて、うん、4時間半ぐらい電話してました。やっぱね、仲良しなんで。本当に元気だった？元気だよ、全然元気、普通に元気。なんか LINE は毎日してるから、急に電話かかってきたからいっぱい喋ったよ。やっぱね、向き合うんだよね、みゆは。多分一生の中の気がする。まあ一生とかさ、永遠とかないから、あんまそう簡単に言ったらいけないけど、まあいけなくはないけどね。なんか個人的になんか言わない方がいいかなとは思うけど、永遠とか一生とか。でも本当に仲いいんで、私とみゆちゃん、私とみゆちゃん、ちびのあの声聞きたいよ。なんかさ、卒業してさ、全然私さ載せたい写真とかあるんだけどさ、嫌だよね。逆になんか卒業したじゃんみたいな感じもするよね。ちょっと私が載せちゃったりしたら、あんまり。こんにちは、めでるか、やめの時間で、こんにちは。そう、やめの時間でも35分までしかやらない。気がついたら目が合うような淡い愛をすること。本人次第だと思うよ、本人次第。え、なんかマネージャーさんとかになんか思われないかなみたいな。大丈夫か。乗せたいのがあれば、まあ、なんか乗せればって感じだよね。今日は何してたの？今日は何もしてない。普通に準備と、配信の準備と、あといろいろ写真とか撮るからやって、あとなんか今日お腹空いてないからご飯もまだ食べてなくて、豆乳飲んだ。あんとは普通に曲聴いて、なんか動画見て、あ、スマイレージさんの動画見てた、新木場の。まだ続きだけど、まだ全部見れてない。半分前、半分手前ぐらいまで見て、大好きなパン屋さんのアルバイトまでは見れた。乗せてくれたら飛び跳ねる。なんか乗せたかったんだよ、いつか。忘れちゃった。でも何を乗せたかったのかは、なんで乗せたかったんだっけ。なんかそう、みゆちゃん、みゆちゃん、みゆちゃん、だからね、誰がお休みついてでみゆと電話をしていたことに気づくのか。で、笑ったのがさ、あかりんがさ、朝さ電話友達と4時間ぐらいしてたってさつぶやいたじゃん。え、私も4時間ぐらいなんだけどみたいな、一緒みたいな、ちょっとおもろかった。4時間一緒なの、ちょっとおもろくない。ピカピカのステージを。最近のね、近況、近況というか、なんか枝豆の味のお豆腐、味ってか風味のお豆腐があるみたいな感じで言ってて、あ、売ってて買ったの。あんまりやっぱ風味だからなんかな、そんな枝豆してなかった。私枝豆の味すごい好きで、ずんだシェイクとかすごい好きだし、あとお菓子のあのプチの枝豆のなんかポテトチップスみたいな、プチだよ、プチ、プチシリーズのがめっちゃ好きなんだけど、そういう枝豆味好きなんですよ私、うん。
届けたい。たまたまにしてすぐに笑うでしょ。めっちゃおもろかった。めっちゃ4時間一緒じゃんみたいな、うん、初めて聞いた枝豆風味の豆腐。あ、プチ、うん、わかる、好きよ、わかる、嬉しい、りなちゃん。枝豆美味しくない？枝豆も好きなんだけど、もちろんなんか枝豆味のものも好き、うん、好き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 大好き、やっぱ好き。豆乳の飲み途中だからしまわなきゃ、もういいやって感じ。お茶、お茶の気分、私はお茶飲んでます。枝豆風味の豆腐、え、なんか売ってた。あとさ、豆腐麺みたいなの売ってて買ったんだけど、てか私別に麺類好きじゃないから別に豆腐麺じゃなくていいやってなった買ってみたけど、ちょっと好奇心で。私ラーメン、パスタでも美味しいけど、なんか大好物までではないんだ。そう、最近セブンで枝豆スナックみたいに出て、え、そうなん、そうなん、てか枝豆スナック、え、そう、サヤエンドとかあるじゃん、スナック菓子、ああいうの好き。ね、ね、ね、美味しくない？え、どうですか？みんな髪色こんな感じになってきた。私今結構、今の髪色結構好き、結構好き、この今の髪色。星ありがとうございます。素敵です、やった、嬉しい。結構今ぐらいの感じ好き。そう、今日あのワンマンのフォースワンマンのあの第2弾の映像の方が今日で期間限定販売なので、第2弾今日で終わりなので、まだ買ってなくて買う予定の人は忘れずに、どうぞぜひ見てください。ミユのソロと書いてるよね。三浦郷さん、横浜からこんにちは。こんにちは、ありがとう。郷さん、吉田郷さん、うん、気がついたら目が合うような甘い恋心、甘い、痩せたどうやら痩せてた、もちろんミユのソロ1日何回も見て、え、すごい、言っとくね、すごい、1日何回も見てるってすごくない？めっちゃ嬉しいよ、それ。自分だったらママもまさかいいよね、足受け継ぎたいな、ママもまさか受け継ぎたいんだけど、ダメかな、わからん、いいのかダメなのかわからん。この時間ってアイドルさんどれくらい処理にしてるんだろう。見たんバージョン興味ある。なんかどうなんだろうね、絶対再録とかはしないと思うけど、絶対ライブとかでなんか定期とかで歌いたいかったら絶対歌っていいって言ってくれそうなの、面白そうだけど。でも AKB さんとかもさあるじゃん、例えばワルキーさん、ワルキーを、ワルキーさんって人にしちゃった、ワルキーをいろんな子が歌ってるとかさ、そういう感じ。それは聞きたみあるでしょ。やるね、いつか、いつかやる、ソロ歌う日来たら、ソロコーナーとかやる日来たらやろう、やろう、やろう。夢は見せた、うん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 、 AK
AKB の曲やっちゃダメなの？やっちゃダメじゃないよ、全然やっていいと思うよその曲。あ、でも AKB の曲は私歌ったことないわ。なんか今まで自分のソロコーナーとかでやったことあるのはワルキー、あ、あるわワルキー NMB だけど、ワルキーはやったことある。あとアイドルだったらそれこそスマイルエイジさんとワーストさんとおもくろさんとかな。アイドルでやったことあるの、あ、嘘、あとニジコンさんじゃんかな。ミタのソロ好き、まあ、アイドルがね結構アイドルやるからね、結構みんなも知ってる歌とかやるからかな。 AKB さんの曲やったことないな。なんだろうな、でもまあバルキーやったことあるからまあまだあれだよね多分。ハロー、お、スキャッティングトラックスさんスキャッティングさんこんにちは、どうも。じゃあみんな TikTok とかさ更新してるので見てください。すごいキラキラ感が出るから見つめちゃう。あ、私のソロ？え、嬉しい嬉しいんだけど、え、めっちゃ嬉しい、どうしよう、嬉しい、キラキラ感。 AKB だと何の曲が好き？ね、AKB さんだと、え、いろいろ好きだよ私ね。古い曲結構好きで、なんか一時期まなみとテモデモの涙ハマってたりしたし、でもシンプルに彼女になれますかとか、わがままコレクションとか、呼び捨てファンタジーとか、メジャー曲とか、CD になってる曲だったら、 CD になってるけどみんな、シングルとかだったら、なんだろう、なんか好き、もう普通に真夏のサンズグッドとか好きだし、あれとかテントウムチューさんの歌とか好き、チュッ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 わがままコレクションいいね、めっちゃいい、今度歌おう、あのショールームのカラオケで。もっともっと夢中いて、もっともっと愛されたい、ハートのどこかに隙間があるようで、構ってくれないとスルスルしてくる、呆れられちゃう境界線まで愛してるの、ダメなら言ってちゃんと。衣装もよくない、いい、かわいい、だからなんか女の子の可愛いが詰まってるよね。うん、ほんと可愛い。で、まゆゆとさ、ラブタンとかさ、もう選ばれてるメンバーももう可愛い方たち、うん、ほんとにいい、わがままコレクション。女の子だから、久しぶりにわがままコレクションっていう言葉を発したじゃあ、あと1分ですね。ありがとうございました、短かったんですけど。みんな今日違うメンバー配信しますんで、私は今日は毎日配信じゃない人でした見れてよかった、よかった、こちらこそありがとう、りなちゃんありがとう、楽しかった、ありがとうね、こちらこそありがとう、バイバイ、満喫バイバイ、ゆえお疲れ、ありがとう、バイバイ。